皆様、そして全国の競馬ファンの皆様、お待たせいたしました。佐賀記念を制しましたノッテルの武豊騎手にお話を伺います。おめでとうございます。どうもありがとうございました。この馬にとっては久しぶりの勝利ということになりました。今日のレース振り返っていただけますか。はい、そうですね、ずいぶん勝利から遠ざかってたんですけど、本当に久しぶりに勝つことができてすごく嬉しいです。レース前半から中盤の位置取り、この点いかがでしたか。そうですね、スタートがあまり良くなかったので、周りの馬を見ていこうかなと思って、ちょうどいいところで、いい手応えでずっと進んでたので、もう2周目に入ってももう抜群な手応えだったので、なんか久しぶりにこの馬らしい走りだなと思いながら乗ってました。先頭に立つ、あれ立ってから、リードを広げていく過程、非常に鮮やかだなと思ったんですが、いつもよりも相当反応良かったということですね。そうですね、本当に道中の手応え通り、もう4コーナーも楽に、先頭に立てて、本当レースの途中から完全にプラン通りのレースができました。どうでしょう、金量59キロ、いろいろ心配なさる方もいたと思うんですが、この点どうでしたか。そうですね、ちょっと他の前より筋量が重かったんですけど、体も大きいなまで、結果的に全く問題なかったですね。今日はたくさんのお客様がこの佐賀のスタンドにいらっしゃいます。この光景をご覧になっていかがですか。そうですね、本当に多くのファンが来ていただいて、すごく、パドックでもジョッキーみんなで話してたんですけど、本当に嬉しいなという話をして、今日は僕自身も久しぶりにここで勝つことができて、本当に嬉しいです。今日の交流選手だけではなくて、今年は JBC もここ佐賀で行われます。秋に戻ってきてくださいますか。はい、そうですね、JBC が今年佐賀ということで、それも含めて今日どういう走りができるかなと思って乗ってて、こうやって答えが出たので、必ず JBC に帰ってきたいと思いますね。武豊騎手にお話をいただきました。どうもありがとうございました。Thank you.
お待たせいたしました。ただいまから農林水産大臣賞典第51回佐賀記念の表彰式を行います。優勝馬ノットゥルノの馬主金子誠ホールディングス様に対し、農林水産省畜産局競馬監督課課長水野秀信様より農林水産大臣賞が贈呈されます。頂上金子誠ホールディングス株式会社とのあなたの所有馬ノットゥルノ号は令和5年度佐賀県競馬組合へ第20回佐賀競馬における農林水産大臣賞典第51回佐賀記念競争において第1着となったので、これを称します。令和6年2月12日農林水産大臣坂本哲氏、おめでとうございます。続きまして、日本中央競馬会副理事長山口秀明様より日本中央競馬会理事長賞が贈呈されます。どうもおめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、地方競馬全国協会参与相川隆様より地方競馬全国協会理事長賞並びに馬事畜産振興協議会提供の地域畜産物が贈呈されます。おめでとうございます。続きまして、全国公営競馬主催者協議会会長代行竹川春人様より全国公営競馬主催者協議会会長賞が贈呈されます。続きまして、佐賀県馬主会副会長岡智則様に日本馬主協会連合会会長奨励賞、日本地方競馬馬主振興協会会長賞、佐賀県馬主会会長賞が贈呈されます。おめでとうございます。続きまして、佐賀県副知事南里隆様より佐賀県知事賞が贈呈されます。
続きまして優勝馬ノットルノ号の生産者下神戸牧場様に対し地方競馬全国協会参与相川隆様より NAR 生産牧場賞が贈呈されます。続きまして調教師音無秀隆様、騎手武豊様、調教助手田中正成様、厩務員平井雄介様に対し佐賀県競馬組合管理者賞が贈呈されます。以上をもちまして農林水産大臣賞典第51回佐賀記念の表彰式を終了いたします。皆様ありがとうございました。それでは第11レースの展望です。11レースは九州ドリーム賞A2 距離 1400m の一戦です。このレースは時間の都合上フリップからお願いいたします。それでは見解をお願いいたします。はい、軸馬に見ているのは4号馬のプライムオーディアルですね。相手には2号馬のインカムトル、8号馬の玉の武器、5号馬のライントラです。注意馬として、7番ですね。3番インブリーズ460キロ目指し位置。こちらもコンディションなんかは悪くなさそう